皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも、しもむでございます。今回はですね、ちょっと懐かしい話をさせていただきたいと思います。私が18歳から19歳の時のちょっとお話をさせていただきたいと思います。その時期はですね、何をしてたのかというと、私はですね、もう高校を卒業して芸人になりたいと思ったんで、高校卒業して太田プロの養成所に入ってた時期でございます。18で、養成所に入ってね、まず思ったことはですね、こりゃ無理だなと思いました。正直それはなぜかというとね、すげえ面白いたちがいっぱいいるなと思ったんですよ。正直その時までは俺はすっげえ面白いやつだと思ってましたから、自分自身に対して。だから東京行ったとて、俺を超えるようなやつはそこまで現れないだろうという感覚でございました。それがもう東京の養成所行った時に、こんな人たちがいるの、こんな数おもろい人間いるのと思いました。そりゃそうですよ。全国のね、ナンバーワンたちが、東京という場所に集まってくるんですから。そりゃそうですよ。たかが、北九州の、またや小倉北区の、篠崎の、小さい町の、たかが、ね、ちょっと面白いお兄ちゃん程度は、全国に行った時、ボコボコにやられますよ。でもそれはもう衝撃でした。あ、やっぱ東京ってすげえなと思いました。だから、あ、無理だなと思いました。あ、俺のレベルって、所詮その程度かというのは思った記憶があります。だから挫折した記憶があります。でも、諦めなかったんです。それはなぜかっていうと、やっぱ芸人になりたいっていう気持ちが強かったんです。夢の方が強かったんです。ね。本気だったんです。芸人になりたい。だからね、諦められなかった。で、じゃあお前は無理だと思ってずっと続けてたのかという話になるじゃないですか。でも、無理だと思ってたけども、例えばテレビ出るとかもしかしたら売れるっていう可能性はゼロじゃないなっていう気持ちはあったんです。どっかで行ける隙間はあるなとは思ってたんです。ただ、学校行った時に、まあ、18なんで、言ったら一番下なんですよ。年齢で言うと18歳って一番下です。あとはもう上の人たちが多いんで、大学卒業したばっかの22とかの年代が多いんで、やっぱ4年の差ってすごいんですよ。それまあもっと上の30とかもいますから、そうなってくると18歳っていうのはやっぱぐいぐいいけないじゃないですかね。初めて社会に出ていく。でも今までは、どっちかというと地元ではぐいぐい言って、いじる方だったんです。いじられることっていうのはあんまりなかったんです。でも養成所に行ったら、いじられる立場なんですよ、ね。私が今までやってたことをやられるんですよ。でいじられてこなかったからあんまり返しもできないんです。であとまだ18っていうのもあるし、お前俺をいじるんかっていう感覚があったんです。俺やぞっていう、まあ、自信にあふれてるからはっていう感覚がある。お前よう俺いじれるなっていうこういう、まあ、強気ですよね。今はそうは思わないけど、その18歳の俺っていうのはそう思ってたんです。よう俺いじってきたなって。でもその時に俺は思ったのは、今までね、自分がいじってたからいじって笑いにしてたんですよ。ね、学生時代って。で、言ったら俺が笑わせてるっていう感覚ですよ。でも、これっていじられて気づいたんですけど、いじられてる人の返しで笑ってるなっていう、そこの力って大きいなって思ったんです。そう思った時に、あ、俺の力じゃねえな。いじられてる側のパワーだなって、センスだなと思ったんですよ。その時に自分がいじられた時に、うまく返せないんですよ、まあ18で。慣れてもないし。その時に挫折しましたね。あ、俺はでも違うんだなって。でも俺は多分いじられるタイプなんだなっていうのはそこで気づいたんですよ。まあそこからずっと東京時代もいじられるタイプなんで、後輩からも、ウィッスみたいに言われて、おいおいっていうタイプなんですよ。挨拶とかね。そういう風な感じのキャラクターだったんで。
だからそこを気づかされましたね。だから自分の実力じゃなかったの。だから今までいじってた学生時代の人たちには申し訳ないなと思った。あ、お前らの腕がすごかったから俺は笑いにできたんだって、俺は勘違いしてたんだっていうのは気づかされました。うん、だからいじるっていうのはなかったね。だからもう養成所の時にいじられて笑いにするっていう、それで、まだね、やっぱ最初すっごい抵抗あったね。最初言ったように、もう俺、下村直樹だぞって。下村直樹、よういじれるなってあったけど、それをね、突破って壁を破れたら楽だった。そしたらもう、返していけたから、そっからは楽でした。ここでプライドがある人は多分破れないから、ここでもうやめていくと思うね。養成所自体はね。でも俺は芸人内定っていうのがあったから、あ、俺の道はそっちかって。いじられて生きるタイプの芸人なんだと思って、気づいたから続けられました。だからこの YouTube っていうのは、いじる人いないでしょ、俺は。だから俺は生きないのよ今更だけど、もう1年以上やってるのはだけど、俺っていう芸人は、どっちかというといじられて生きるタイプなの、芸人で言うとね。だから、コンビ組んでた時に、ヤマトっていう番組、 FBS さんのヤマトってで番組出てた時もいじられる側じゃないね。どっちかというとツッコミやってたから、ちゃんとしなきゃっていうのがあったね。それが進行とかね、説明役だったから、俺の中では全然ね、自分自身が生きてないね、うん、俺はそういうタイプの芸人じゃないのよ。でも、どっちかというと相方がそういうチャランポラで天然な部分があったから、ボケの人だったから、俺はしっかりしなきゃと思って番組はやってたから、俺はでもそういうタイプじゃないの。仕切るとか、進行するとかいうタイプではない。どっちかというと先輩とか後輩に、いじられてちょっとちょっとっていうのが一番生きるタイプの芸人ね。だからこの YouTube は全く俺は生きてないのよいや、腕上げろよって話ですけど、腕はなかなか上がらないよ。でもそんなにね、今更でもまあいい、楽しいからいいんだけど、でも本当はそういう感じなの。例えばライブとか出てね、平場のね、フリートークとかするときになったときには必ず俺はいじられてましたから、先輩や後輩に、それで俺が突っ込んで、笑いにしてもらってるっていう立場だったから、うん、いじられてなんぼだね。だから芸人さんでいうと狩野英孝さんとかね、そういうポジションを狙ってたね。狙ったらそっちじゃないと厳しいんでしょうね、そういう系統。小島さんとかね、アンジャッシュ小島さんとかいじられて、なんぼっていうの芸人です。だから18の時にそれは気づかされて、まあ路線をそっちにしたから、でもうん、それで、あ、でも道はあるなと思って続けさせてもらいました。でもまあね、それもやっぱり非常に人生の中でいい経験させてもらいます。それでね、1年間学校行って、そこそこね、卒業ライブっていうのが1年後にあって、私たちのね、同期で33組ぐらいいたんだけども、所属させてもらったのは7組なんですよ。でその7組に無事入れたんですよ。だからそれもやっぱり、同期の人たちが、気づかせてくれたコツだったんでね、感謝して、俺はいじる側じゃないんだな、いじられる側なんだなと思ったっていうのがちょっとね。で今回はちょっとね、うん、この YouTube 出てる俺は生きないっていうのは何のカミングアウトかダメじゃねえか、誰かいないとダメじゃねえか。いや本当はそうなの、誰かいないとダメなの俺っていうのは、うん、でもピン芸人でしょ一応。でもネタはいいのよ。ネタは別に一人喋りでやるってなった時に漫談で一人ボケツッコミできる。でも平場とかなった時には誰かいないとダメっていう、誰かにいじられたり突っ込んだり、いじってまたのに対して突っ込むのが俺が 100% の力を出せる時なだからこのもう俺今一人しかいないじゃん。一人でカメラに対して何かを喋るとかはもうダメっていうの分かってるから、分かってるけどやってるまあいいのよ、それは楽しいでしょ。 俺自身がね、見てる人じゃないよ、俺自身が楽しいからいいっていう感じかな、うん、そういうの18、19のちょっとした思い出、終わらさせてもらいました。で俺の生かし方をね、話したんで、あった
方を、そうやって私をどんどんいじってくれれば突っ込みますんで、その時のしもぶが一番生き生きしてると思いますんで、見かけた時はどんどんいじってきてください。じゃあ今回はそういう報告でございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。